こんにちは、スプレーアートエデンのベラちゃんとめちゃんです。イエイ。謎の謎ゲームをやりたいと思います。俺に？そう、傭兵に。なんか子供でもなんかみんなわかるよって。ああ、なんだ、俺の頭が何歳か、ね、そう。第1問、とっても美味しいのに臭いと言われる野菜は何？白菜。違う、白菜です。あ、次。第2問、帽子の中に入ってる動物は何？影帽子。牛。あ、第3問、どうしても真ん中だけ食べることができないドーナツ。かして何？ドーナツ。わあ。じゃあ第4問、はい、飲むと怒られるジュースって何？コラ。わー、2歳。イエーイ。美味しくて甘いテラってどんなテラ？カペラテ。カステラ。第6問、ネズミが通っている学校ってどんな学校でしょう？ディズニーランド。中学校。惜しい。文句ばかり言ってる動物は何？もう牛。わー、当てる。世界の真ん中にいる虫は何？世界の真ん中にいる虫？カ。お、カ。うわー、いいよ。最終問題、とっても冷たい椅子って何？アイス。うわー、いいなー。結構できたね。結構できたね。もうちょっと自信がなかったね。ということで、楽しんでまたチャンネル登録と高評価とコメントもシェアもよろしくお願いします。アディオスアミゴ。じゃあねー。